はい、デッドクラフトプロデューサーの藤井です。お願いします。はい、スタジオ長の筑田です。よろしくお願いします。はい、今回は、デッドクラフト、追加コンテンツとなります。ジェシーのショップ経営奮闘記をプレイしていきたいと思います。はい、はい、では早速、始めていきたいと思います。ショップ経営奮闘記ってことは本編とだいぶ違うってことですよね。そうですね、まずはこの、主人公も、ハーフゾンビのリットではなく、本編で、協力者として出てきたジェシーというキャラクターを、主人公とした、全く異なるあのミニゲーム的なものになっています。はい、で、今回のこちらのゲームの目的としては、クラフトするアイテムを、作ってそれを、ショップで販売していくと。で、目的の金額を集めるというのが、主なゲーム内容になっています。で、まずは今そうですね、ちょっとこれは途中からのデータになるんですけど、ちょっと目的地に進みます。これセーブするときとかってあの本編と一緒なんですか？セーブすること自体は本編と同じようにできるんですけど、はい、オートセーブがないので、こまめなセーブをする必要があります。そこは注意してください。あ、なるほど。はい、でここは今、このデュナのために、お金を稼ぐという、イベントなんですけど、このデュナが今なんで笑ったのデュナが本編とではちょっとこの市街地を支配する、ボス的な存在だったんですけど、今回リットに倒されたのもあって、結構落ちぶれてしまってですね、部下たちを養うために自分が働いているというのが今の状況ですね。なんかめちゃくちゃいい上司じゃん。お金がないので、部下の給料が払えないと。このままだともう部下が離れてしまうので、ジェシーがその肩代わりをしようというところですね。これは今何やってるんですか？まずは最初にミッションとして、1万ゾルを払えと言われているので、それを払うんですけど、これがそうですね、ここで1万ゾル集めてきたのでそれを払います。なんですけど、まだこんなはした金では全然足りないと。20万ゾル払えと今言われています。1万ゾルって日本円にしたらいくらぐらいなんですか？いくらなんですかね。世紀末世界なんで、全然違うと思うんですけど、1000円ぐらいなんですかね。1000円ぐらいなんですかね。もうちょっとあるかもしれないですけど、武器とかも変えたりするんで。今ダウンロードコンテンツでこういうなんか本編と全然違うものを入れようってなったのは何かあるんですか？もともとは、本編の中でそのショップ経営をして、ちょっと、全く別のコンテンツとして入れようかなとも考えてはいたんですけど、そうすると本編で、最初から集めてたアイテムとかはユーザーによっても変わってきてしまうので、はい、そうするとちょっとあんまりそのバランス的にも良くないかなと思って、全く別の入り口からして違う、ものとして作ってみようかなと。それで、主人公の方もリットではなくて、もう一度、ジェシーというキャラクターを操作して、やった方が、ちょっと新鮮さもあっていいんじゃないかなというので、今回のこのゲームになりました。なるほど。で、ここはジェシーの家になるんですけど、ここでクラフトもできたりします。で、ジェシーは、ハーフゾンビではないので、
ゾンビクラフトを作ることはできません。通常のクラフトのみですね。なので、ここでできるのは食料、トマトだったりを作ったり、まあ、ちょっとやってみます。やったわ。はい、あんなモーションとか演出本編あったっけ？本編ではないですね。これあのこのジェシーのショップ系奮闘技用のデモですね。あ、で作ったんですね。はい。あそうですね。回復アイテムもちょっと作っておきますか。デモはちょっとカットします。はい、まあ、そんな感じで、クラフトをしていくので、まあ、ちょっとデモはメニューで切ってみましょう。はい、でこれを販売できるんですけど、まあ、ただこのただのトマトであったりとか回復アイテムとかだったりっていうのは、はいはい、あんまり高くは売れないんですね。20万ゾルを集めようというのに、まあ、これ今参考価格で70ってなってますけど、まあこれを売っていって20万ゾルを集めるのはちょっと大変なので、まあ、武器だったり、料理だったらしっかりと作ったものですねっていうのを売っていった方が、効率的かなと思います。はい、一旦はまだこの武器はあるけど、そうですね、まだ全然足りないので、素材を集めていこうかなと思います。回復アイテムを一応持ってます。はい、ちょっとじゃあ、クラフトアイテムを作るための素材集めをしていこうかなと思います。素材の集め方は本編と同じ。そうですね、こういったオブジェクトを打って、取得していくのは大体同じなんですけど、配置とかはちょっと変わってたりはします。これ街の人とか打っちゃったらどうなるんですか？それは本編と同じですね。あ、じゃあそれは気をつけてってことですね。はい、手配度は上がるので。あ、でこれちょうど今いますけど、まあ、ショップを経営するんですけど、まあ、世紀末世界なので、まあ、本店では、リットもやっていましたけど、強盗が今度は逆に来てしまうと。あ、なるほど。なので用心棒を雇うことができます。用心棒は2人まで雇えるんですけど、まあ、これだと、まあ、これ今 25% で出てるのは防げる確率ですね。あ、だいぶ低いですね、20。そうですね。まあいないよりはマシかなというところで、一旦じゃあこいつを雇っておきます。はい、まあ、これがショップを経営するときに、まあ、用心棒として出てきてくれると。まあ、この横にいるこいつらみたいな感じです。ああ、なるほど。どれどれ。あはあ。でまあ素材を集めるのは、まあ、ゾンビとか敵を倒さないだから得られるものもあるので。なんか強くないですかこれ。本編と違うところとして、はい、弾数みたいのがなくて、まあ、無限に撃てるんですね。なのでちょっと楽ですね。本編よりもこのショットガンに関して言うと、まあ、だいぶ楽にはなってます。これ欲しかったな。まあただゾンビ能力みたいのがないのでガードができなかったりとか、まあ、ちょっと大変は大変なんですけど。で、そうですね、武器とかをクラフトしていくのであれば、はい、まあ、こういった、武器の素材となる
アイテムも買っておいた方がいいのかなと思います。あのクラフトで売るとこう稼ぎやすいとか何かあるんですか、これおすすめだよみたいな。そうですね、まあ、こういった武器とかは販売する金額とかも高くなるので、まあ、割とおすすめかなとは思うんですけど、まあ、それ以外にもその設置アイテムだったり、まあ、料理だったり、まあ、自分のプレイスタイルによって、まあ、売るものを変えていってもらえればいいのかなと思うんですけど、あとはその曜日ごとに、販売するものに対して売り上げがアップするキーとかがあるんですね。あの武器を、はい、武器を売った金額が上がる日であるとか、はい、まあ、それを狙ってやるのも、まあ、一つの手かなと思います。ふん、なんだこいつ、また用心棒ですけど、今回は 35%、まあ、ただちょっと、雇う金額もちょっと高め。主人公は雇えないんですか。主人公は、リットですかね、はい、リットは雇えないんですけど、協力してくれた NPC バーノンだったり DJ ペットだったりっていうのは用心棒として雇うことができます。ちょっと残念ですね、主人公だと 100% っぽいんです。じゃあ、素材を集めたので、はい、クエストをちょっと受けに行こうかな。ちょっと時間が夜だな、もう。クラフトできるアイテムが、クエストを受けることで、クラフトできるアイテムが増えていくんですね。はい、それがそうかな。あ、なるほど、はい、まあ、こういった、クラフトを、まあ、レシピを覚えていくですね、はい、でそれを作ってるといいってこと。そうですね、あ、素材を集めるのか。なるほど、じゃあちょっとこの素材を割とすぐかな、この辺にあるもので。あ、しまった、持てない。本編って寝ると時間が進んだりしたじゃないですか、はい、このバージョンっていうかダウンロードコンテンツだとなんか寝て時間進めるとかあるんですか。ちょうどショップがそうですね、まあ、同じように寝れば朝起きてっていう繰り返しなんですけど、まあ、本編と違うのは制限時間があるんですね。何日以内にいくら集めるみたいな、はい、ちょっと夜も遅くなって店も閉まってしまって、ちょっと売ろうかと思ったけど売れない。一回戻ろう。でそうなるとクラフトして時間潰すとか寝た方がいいんですよね。そうですね、まあ制限時間があるので時間ギリギリまで、はい、何かをしていても全然 OK なんですけど、まあ、それはユーザー次第かなと思います。というところでは時間ギリギリまでできるとかスタミナとかあったじゃないですか、はい、あの辺は全然なんか回復しなくてもいける感じなんですか。あ、そうですね、フードゲージだったりウォーターゲージっていうのがないので、はい、まあ、単純に今これは寝てしまいますけど、はい、寝れば HP だったりスタミナだったりは回復します。本編のようにフードゲージによって、
まあ、ここが変わるっていうことはないですね。やっぱサバイバルっていうよりはこのいろんなものを売ってってことですよね。そうですね。ちょっと今のでどのくらいできるか、いくつか作れますね。まだでもそんなに強い武器は作れないです。売るのどうやってやるんですか。あ、これが作れる。まず、売り物がいくつか、まとまってきたら、ショップを開いて、売ることができます。はい。ちょっとじゃあ試しに、お店を開いてみましょうか。はい。で、開くにはまずこの売るものの値段を決める必要があります。あ、自分で。はい。で、まあ、ちょっとこの参考価格として、まあ、3900とか出てるんですけど、まあ、これより高く設定することもできます。ただあまり高くしすぎると、お客さんが買わずに帰ってしまったりっていうことがあります。なので、まあ、ただ、参考価格より、まあ、1割くらいは高くても売れるかなという感じですかね。まあ、この、まあ、結構いい金額で売れるんですよね。そうですね。もういいか。ちょっとまだ3つしかないですけど、じゃあこれをいきましょう。はい、先ほど雇った用心棒がここで出てきます。はい、いらっしゃいませ。あ、ね、今買いに来た時ですね。はい。で、売る時に、はい、普通にこのまま売ることもできるんですけど、ぼったくって売るってことができます。はまあ、通常よりも、はい、これだけ高くぼったくってしまうんですけど、はい、まあ、そうすると、まあ、今売れた売れることもある、はい、売れるんですけど、はい、高いから帰ってしまうお客さんもいます、はい、で、これは、アイテムを買ってくれないかと。あ、なるほど。はい、そういうお客さんもいます。まあ、いらないので。見てるとこの用心棒、はい、武器丸出しじゃないですか。はい、こんなところによく買いに来ますよね。いらっしゃいませ。まあ、ちょっとオーバーな演出かもしれないですね。いやいや、まあ、見に行くの設定してたのか。じゃあ今順調に売れてる感じですか。そうですね。ちょっとネズミ肉じゃあんまり利益がないんですけど、これをちょっとぼったくって言いますか。あ、そうですね。あ、これダメだったんですか。ダメですね。ありがとう。まあ、この時間制限がある中でなので、まあ、売れないと、その日は終わってしまったりするので、まあ、ちょっとこれは、あ、これ強盗ですね。ですね。これが防げるかこいつらが防いでくれるか。これ自分は戦い参加できないんですか。負けた。あ、これ確率はあれなんですか。例えばさっき 25% と 35% だったじゃないですか。はい、2人で足して60ってことなんですか。そうですね。まあ、それだけではないんですけど、はい、まあ、基本的にはそれ、まあ、プラスアルファくらいの確率ですかね。なるほど。じゃあ35% で1回、25% で1回とかっていう抽選確率じゃないんですね。はい。あ、なるほどなるほど。ちょっとさっきの部分を取り返さないけどもう一回ぼったくってダメですね。この役に立たない用心棒たちが
それでもお金は支払わなきゃいけないんです。でもこれ、これ今あれですよ、あの藤井さんやってるやつって思考が完全に賭け事で負けてる人のあのあれですよ。大負けしたからすごい大掛けして取ってやろう、それ全然当たりませんみたいな。あ、売れたんですかこれ。いやいやながらも売れました。売り上げですね。そうですね、$20,000、あと12万ちょっとですね。まあ、今の感じで繰り返してまずさっきのクエストだと20万得るって感じですよね。そうですね、まあ、せっかくなんでさっきのちょっとクエストを、アイテムがちょっと集めて持ってきましょう。あ、なるほど。まずクエストクリアしに行くってことですか。そうですね。あ、なるほど。違う感じですよね。さっきの両手で持ってると。あ、まあ多少はそうですね。はい。で、これをクリアすることで、レシピが解放されるという感じですね。はい、あ、これで売れるものが増える。そうですね。作れるものが増える感じですね。はい、で、通常のクラフトは、そんな感じで増やしていって、まあ、自分で作れるんですけど、はい、ゾンビクラフト、ゾンビを素材にしたクラフトだったりっていうのはリットにしかできないので、はい、リットに依頼をして作ってもらうことができます。あー、なるほど。ちょっとその依頼を、してこようかなと思います。このジェシーの場合は、攻撃ではスタミナが減らないので、スタミナが減るのって走った時くらいなんですね。まあ、なので、スタミナを温存したければ走らなければいいんですけど、まあ、時間制限もあるので、なるほど、早く進むのかどうかっていう選択になるのかなという感じです。そこのゾンビ屋さんは盗めないんですか。は盗めないですね。残念ですね。残念ながら。そうね。はい、ショップ経営を始めたので、ゾンビクラフトをちょっと、お願いするという流れですね。ああ、なるほど。結果ここに住んでるんですね、彼。そうですね、リートはそうですね。本編と変わらずここにいます。はい、こういったゾンビクラフトのアイテムは、依頼をすることで作ってもらうことができます。はいはい。ただ、その場ですぐできるわけではなくて、必要日数みたいなのがかかるので、作った後に、まあ、必要日数を経過したら、まあ、倉庫に送られるという流れになります。あ、この辺を作っておくか。まあ、マイゾンビとかもジェシーは作れないので、リットに
依頼をして作ると、まあ、ただリッツと違って、マイゾンビを連れて歩けるわけではなくて、まあ、あくまで素材として使えるっていうだけですね、はい、まあまあ売り物ってことですよね。そうですよね、はい、まあ、こんな感じでクラフトの依頼をします、はい、まあ、この辺は取れないので、これ取れたら特に何もできません。はい、じゃあ一旦帰ろうかな。でさっき、追加されたレシピが作れる、まあ、この辺が追加になったので、はい、まあ、この辺を作ることができた。武器が結構いい値段ですね、これ。そうですね、まあ、武器を主軸にして進めるんであれば、まあ、武器の素材になるものを中心に集めていってっていう、まあ、方法でも全然いいかなと思います。出るのがでもこのくらいかな今は。はい、で今日が、まあ、さっきもやってましたけど、武器の売り上げが上がる日なので、なのでこれだけもう売ってしまおう、売ってしまいますか、はい、2万、できるかな。はい、まあ1個だけですけど、あれ今7万何千あるじゃないですか、はい、これでまた強盗機と負けるとどうなるんですか。何かしら奪われると思います。どうしますかね、ちょっとぼったくってみますか。ここしかないね、ぼったくるの好きですよね。でも10万は、ね、もうちょっとですよね。20万なので。あ、20万か。いらっしゃいませ。ダメかな。ありがとう。もう次強盗ですよ。来るかもしれない。あら、いらっしゃい。しょうがない、普通に降ります。この世界の住人、強盗だか強盗じゃないか分かんないですね。そうですね、まあ、誰でもできてしまうんで。はい、そんな感じですかね。あとはそうですね、せっかく作ったのでちょっと本編と違うところで言うと、このインスタントキャンプなんですけど、はい、まあ、ちょっと専用なものにはなっています。家の前で寝るのもなんですけど、まあ、ちょっと試しに使ってみますか。はい、まあ、印刷キャンプなんで寝るだけなんですけど、ちょっと演出が変わっていて、ジェシー専用のものになっています。まあ、相変わらず布一枚なんですね。そうですね。まあ、曜日によってこのやれること、販売するときの武器が値段が高く出たりっていうのもあるんだけど、下がることもあって、この日曜日に関しては全体的に売り上げが下がってしまうという、まあ、できればこういう日に、まあ、素材を集めたりとか、っていうのを、まあ、やっていくといいのかなと思います、はい、で、お客さんが来る日だったり、料理がよく売れる日だったりっていうのがあるので、まあ、クラフトしていったものに応じて、まあ、変えていってっていう感じで進めてもらえれば、まあ、この目標の20万に、うまく稼げるんじゃないかなと思います。はい、はい、こんな感じですかね。なるほど、はい、
まあ、ジェシーのキャラクターに合わせていろいろ作ってるのはすごいですね。良かったですね。そうですね、はい。まあ、さっきのインスタントキャンプくらいなんですけど、まあ、あとは攻撃がだいぶ変わっているので、まあ、ちょっとその本編とは違う感覚で遊べるんじゃないかなと思います。はい、はい、という感じで、まあ、今回の、ジェシーのショップ系奮闘記の、紹介は以上になります。で、こちらの、追加コンテンツの他にも、まあ、もう一つですね、追加コンテンツ、死の世界よりの来訪者、こちらは、まあ、本編の、クリア後の世界を舞台にした、追加コンテンツとなります。まあ、こちらもぜひプレイしていただければと思います。はい、では、今回は、紹介は以上となります。はい、ぜひ、まあ、遊んでる方とか楽しんでいただけてて楽しんでいただけてると思うので、いろんな方にお勧めいただいたりとか、ぜひこう友達とかで購入していただけると大変僕らとしても作ってる方としても嬉しいので、応援よろしくお願いします。はい、お願いします。では今回は以上となります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。